全体像はこんな感じです。上の方がね、こうグラグラで荷物をたくさんかけるとだんだんたわんできてしまうのがちょっとですね気になってきたので、合板を、取り終えてこんな状態になりました。とりあえずフレーム部分が、完成しました。合板を取り付ける前にですね、スタイロフォーム、エブリィの荷室側面にこういったね OSB 合板を貼り付けてだいたい1年ぐらい経つんですが、このね中は断熱していて、車着する上でも冷気をしっかり遮断してくれたりですとか、あとはねこういった吊り下げ収納とかもできたり、アウターをかけておいたりとかして、まあ便利だったりとか見た目的にも気に入ってるんですけど、どうしてもねここサービスホールを使ってですね、ここをただ一箇所一箇所ビス止めしただけになってしまうので、どうしてもねこうえ上の方がねこうグラグラで荷物をたくさんかけるとだんだんたわんできてしまうのがちょっとですね気になってきたので、今回改良を加えていきたいと思いますね。合板を、取り終えてこんな状態になりました。ここはタンシェードですねを貼り付けていて、サービスホールを使ってこのね木の板を固定しているような状態になってるんですけど、ちょっとねこれを、さらにこう横に伸ばして、で少しこう厚みを、持たせてですね、でこうここ枠組みを作る感じにして、その枠組みにしっかり合板を固定していくような、そういう設計にしたいと思います。でね、ここ鉄板剥き出しの部分ですね、これで断熱してたんですけど、ちょっとね隙間も空いてしまうので、ここをテフシートを貼ってね断熱していきたいと思います。はい、鉄板剥き出しの部分にこんな感じで、トーレのテフシートを貼って一応断熱をしました。まあね、鉄板からの冷気であるとか、ね、暖気っていうのが伝わりやすいので、ここを一応断熱しているのと、まあ、一応ねこう防音効果といいますか、デッドニング効果もあるので、まあ、このような形にしました。とりあえずフレーム部分が、完成しました。まずこのユースフルナットをここ1枚こう木を打ち付けていたんですけれども、さらにこの辺ギリギリまで、板をですね延長しまして、で上下に2本ずつ、板を縦に渡しました。下もギリギリぐらいまでいきます。でこの上から合板をビス止めするんですけど、その時にねこの柱になる部分がどこにあるかわからなくなるといけないので、ちょっとねこういう感じで養生テープでマーキングしています。まあ、この延長上に柱があるというような目印をつけています。この上から合板の方を打ち付けていきたいと思います。それでこの柱の固定なんですけど、この一文字台っていうねこの鉄板みたいなやつで、6箇所ですねビス止めしています。こっちも全部6箇所ずつ止めています。結構ね強度自体はあります。ただ上側の固定っていうのができないので、ちょっとこうグラグラした格好にはなるんですけど、ちょっとこう隙間を少しでも埋められるようにトーレのペフシートでこう厚みを持たせています。でまあ合板をこの上にバシッとこうね、
ビス止めすればそんなにグラグラしてこないんじゃないかなとは思うので、まあとりあえずこの設定でやっていきたいと思います。はい、合板を取り付ける前にですね、スタイロフォーム、20ミリのものですね。まあ20ミリでどれぐらい断熱効果あるのかはちょっとね疑問ですけれども、一応まあ形上断熱も施していました。でこの上から合板を取り付けていきます。とりあえずこっち側はつきました。しっかりねぐらつきもなく固定できました。多分荷物を吊り下げてもだいぶ強度は増していると思います。ちょっとね下が空いているので、ここも同じ OBS 合板で埋めていきたいと思います。あとはこちら側ですね、こちら側も同様にやっていきます。はい、板張り完成しました。しっかりね下までこんな感じで、埋めてですね、まあ、断熱もスタイロフォームで施して強度も良さそうです。こっち側も同じようにできました。ちょっとね厚みが出た分、ここね隙間が空いてしまって、少しこうね後ろから見た時に、まあ、かっこ悪いんですけど、まあこの辺はねおいおいなんか穴埋めして対策を考えていきたいと思います。こっちがね少し重い荷物もかけてみたいと思います。大事なことをお伝えするのを忘れておりましたが、ここに、1x2 材を、横にですね1本裏側に打ち付けてですね、ここの柱の上とここの柱の上の端にこう引っ掛けるような形で、板を固定しています。なのでここがしっかりと上に乗っているので、こう下方向の衝撃にも強いんじゃないかなと思います。あとですねこう裏側に板を当てたことでここの厚みが出るので、こういった金具キートンですね、こういう引っ掛ける吊り下げ収納に使うようなキートンを、ねじ込むのにもしっかりとね奥までがっちりと固定できるので、ここの裏側に 1x2 材を、1本横に当てておくと、さらに強度とかね吊り下げた時の強度もそうですけど、この板自体の強度も、増すんじゃないかなと思います。はい、荷物をかけてみました。今までねこの重さのやつをかけるとかなりこうたわんでくる様子があったんですけど、全然そんな様子もなくいい感じです。納得の仕上がりになりました。全体像はこんな感じです。左右にしっかりとね板張りされて、でベッドキットのこの木目調ともバランスが良くてね、いい感じです。今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。